ット処刑です。じゃあ、サイバーセブン、ちょっと行きたいと思います。はい。いやー、なかなか日経平均上がり続けてますね。今日はどうなりますか。はい。で、ちょっとですね、まあ、落ち着いてきた感はあるんですけれども、まあ、株価はこんな感じです。グローバルセキュリティエクスパート、ちょっと落ちてきてるんですけれども、なんかサイバータスクがちょっと上がってきてますね。で、セキュアウェイもいい感じかなと思っておりますが、チャート的におすすめの大穴3銘柄。相変わらずのフォーカスシステムで950円抜けました。で、ラック。いい感じに右肩上がりですね。で、アミヤがそろそろ、この落ち目のところの、ここの支持線としてどうなるかってところで、今日も頑張っていきましょう。